どうもこんばんは、中野咲です。久しぶりの投稿で、動画投稿ですが、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？皆さん、私はほとんどバイトとライブだったんですけど、一回写真撮りに行きました。実はフィルム写真でリバーサルフィルムっていうのに初めて挑戦してみまして、で今日はそのリバーサルフィルムがねすごい良かったんで、ちょっと紹介したいと思います。まずフィルム写真ってどんな風にその撮って写真に写る流れがあるんだろうっていうのをちょっと知らない方もいるかなと思って軽く説明するんですけど、フィルムカメラですよね。私持ってるのはこの2つなんですけど、このフィルムカメラにフィルムっていうのを、多分もう現代はあんまりね、わざわざ買わないと使うことがないんですけど、こういうフィルムっていうものを入れるんですね。で、もともと、こんな感じで売ってます。これは800富士の富士フィルム富士カラースーパービーナス800ってやつ。この800とか数字っていう数字はISO って言って、何て説明すればいいんだろう、800とか数字が大きいものだと、暗いところでもよく映る。で、100とか400とかあるんですけど、100とかだと明るい日中しか撮れないけど、400だと、夕方とかも撮れたりするかなって感じ の、 明るさによってフィルムが使うフィルム変わるんですね。例えば富士だったら100200もあったのか、200はでもあまり売ってないかも、あと400、800あって、であとポートラとかね、コダック社の、いろいろあります。細かい種類いろいろ上げていけばあります。これは200だね、あと400、こんな感じでこういう風になってるんです。基本的に、よくみんなが使ってるのはネガフィルムって言って、こんな感じの、こういうの見たことありますか？この中に、このフィルムの中に、こういうのが巻かれて入ってるんですよ。でこれに、写真が録音されて写るっていうシステムで、これを、薬品で、現像してもらう写真屋さんに、そういうシステムなんですね。これネガフィルムって言って、こんな感じなんですけど、ポジフィルム、リバーサル、ポジフィルムとリバーサルフィルムは、同じ道具なんですけど、リバーサルフィルムポジフィルムというのがあって、こういう風に色が出るやつがあるんですね。すごい綺麗でしょう。これにね、初めて挑戦してみました。これはネガだから色が反転してるから、現像で色を反転させるらしい。ちょっと詳しいことはよくわかんないけど、そういう風にしてやるんだけど、これは反転しないで色が直接出るフィルムっていう、ちょっと特殊なフィルムなんですね。見てすごく綺麗でしょ。これがね、普通のフィルムだと、ネガフィルムだと、例えば一番安い富士フィルムの業務用のやつで、まとめ買いして10本のセットネットで買って1本、200、300円ぐらいで済むんですけど、これは1400円ぐらいしたかな、1本が、それぐらい高いんですね。でもこういう風に綺麗にできて、写真の写りがどう違うのかというと、そこまでめっちゃいいってわけじゃないんですけど、好みとかにもよるんで、特にリバーサルフィルムじゃないと出ない色味があるとかそういうわけではないのですが、こんな風に、なんていうんだろう、これとか綺麗だよね。後ろが白くなると難しいな。こんな風にもうこれ自体が綺麗ということで、ガラスでクリアになってる、ガラスとガラスで挟む写真立てなんかにこいつを切って入れたいなっていう感じです。そういうフィルムがあるよっていう紹介です。とアルバムはね、自分でやっぱりちゃんと作った方がいいです。全部の写真を撮っておくってわけじゃなくて、好きな写真だけ撮っておいていつか見る。だから、旅行行った時とか、大切な人との思い出の時間っていうのは、形にして残すのが良いのではないでしょうか。
その一種のやり方としてリバーサルフィルムというこんな素敵なものがございますよというね、以上です。あ、そうだ、そう、またね、また料理動画撮りますね。今日は無印で面白いものを買ってきた。見て、このヤンくん作るんだ今度。そしてもう一つ、パッタイセット。パッタイってタイの焼きそばです。タイ料理とかめっちゃ好きなんですよね。なのでこれに挑戦してみる動画をまた上げると思いますので、ではまたそのうち上げます。動画見てください。ではまた、バイバイ。なくしたものの行方は知れない、そっと夕闇に帰るだけ。潮の流れや季節の歩みにきっと答えならあるでしょう。光る貝殻をあなたにあげよう。さよならを口にする。